新さんマニア TV をご覧の皆さん、こんにちは。しんです。今日買ってきた商品はこちらです。じゃん、ネスレのキットカット大人の甘さです。プロビスケット練り込みと書かれてあります。1袋あたり213キロカロリーとあります。はい。で、ビッグリトルとありますね。大きいのか小さいのかちょっとよくわからないんですが、ビッグリトルのキットカット大人の甘さとあります。後ろはこんな感じです。はい。では早速食べてみましょう。内容量は 40g と書いてますね。お、思ったよりでかいですね。こういう感じです。大きさ分かりづらいですよね。何か例えるのも何もないんですが、これがビッグエッグに入ってたグリーンリトル麺なんですが、これと比べてってもこれの大きさも自体も分からないですよね。こういう感じでキューブ状になっています。では早速いただきます。噛んでみるとこういう感じで、そうね、キットカットなんで中にキットカットが入っている、こういう感じでサクサクっとして美味しいですね。で、大人の甘さというだけあってとっても甘いというわけではないです。だけどキットカットの味がするので、うん、美味しいんじゃないでしょうか。ただあのキットカット特有なのめちゃめちゃ甘いという甘さはないので、キットカットの甘さを求める人にはやっぱりどうかと思うんですが、まあ大人の甘さというだけあって、大人の、まあ、まあ大人の甘さですね。はい。ただ、なんていうの、すごいビターというわけではないので、やはりその辺がキットカットっぽいなという感じがします。はい。今日紹介したのがネスレのキットカットビッグリトル大人の甘さということで、黒ビスケット練り込んだお菓子でございました。もう一度1袋あたり213キロカロリーです。ではチャンネル登録お願いします。バイバーイ。チャンネル登録お願いします。